今回の事故を受けて岸田総理大臣は安全対策について検証し再発防止策などを図る検討会を立ち上げるよう国土交通省に指示しましまた。法的規制の在り方も含めて安全対策の在り方について検証、あるいは検討を行う検討会を立ち上げ徹底的な安全対策を講じていくよう指示をした。 また、旅客船事業者への緊急安全点検を実施し、安全・安心の確保に努めると強調しました。一方、今週末から始まる大型連休を前に、新型コロナ対策への協力を改めて呼びかけました。3回目のワクチン接種や帰省前の検査、マスクの着用など、基本的な感染対策の徹底を求めています。